皆さんこんにちは。店長武蔵とその仲間がバイク店をさせていただいております。ね、もう暗くなってきて、はい、今日の業務も終了という感じでございます。はい、今日は、まあ、途中バイク取ってきたりとか、そういうのはありましたけど、ほぼこれを月切りっていう感じになっちゃいました。それでですね、こういったものをね、まずこれはまあ前につけたんですけど、でこれがこれをつけて、でこれをね取り付け、でここにナビが、まあ、これカバー外すとポコッと、まあ、つくということですよね。でこの配線をね、接続しなければならないので、まあ、適当にこの辺のアクセサリーから取ればまあ済むことなんですが、まあ、後々のことを考えてですね、ここにリレーキットね、これをつけて、そして、リレーからバッテリーから直接こうリレー入ってますよね。でリレーのスイッチは、まあ、ブレーキスイッチからアクセサリーとして取ってきてリレーの電源にして、でリレーからこうバッテリーから来たやつが、スイッチが入ることによって流れてきて、でコネクタで4本に分けてあります。はい、で1本はそのこれに使ってます。はい、で残りの3本はですね、後々、もしアクセサリーが他に何かつけるっていうことがあった場合にね、利用していただければという感じでございます。はい、まあ、本来だったらシートヒーターとかこういうのも全部、リレーからね取った方がいいんですが、これ前にやったやつなんでちょっとねこれはそのまま見させていただいております。はい、もしね必要であればこっちにしても、はい、とは思います。はい、そんな作業をですね、させていただきました。どうしてもこういうのはね時間かかるんですよ。はい、それで、やっぱりねお客様からすると、まあ、ちょっとねちょこちょこっとこうつけるだけだからっていう、やっぱりねあんまり、まあ、あんまりちょっとね高くできないですから、難しいですねこれはね。はい、っていうことはやっぱりこれあんまりね受けちゃいけない。これうち私の方でね、リレー普通にその辺から取ればいいですかって言って、ああ大丈夫ですっていうか、ああでもふと思ってああリレーキットを入れた方がいいんじゃないですかみたいなことを言っちゃったら私が悪いってね。はい、まあそういうことにね、させていただきました。はい、あとはちょっと試乗をして、それからあとスクリーン試乗終わってからねスクリーン交換、あとこれですかね箱取り付け、あとちょっとやることとするしてはパーニアケースの蓋の付け替え、あとパーニアケースの鍵の作成、メインキーとね合わせるね、それちょっとまだやっていませんので、パーニアケースもね蓋付けちゃうと新品なんで、傷つけると嫌なんでギリギリまでやらないように、しております。はい、そんなところでですね、だんだんというかやっと、お渡しできるのが近づいたかなと思う次第でございます。